に来たわね。屈強な男たちが集まる街、グロッタ。ち、ここでもグレイグが英雄扱いされてるってわけ。はーい、かっこいいお兄さん。今度仮面舞踏会っていうすごい大会が。なになに、血湧き肉踊るタッグマッチ仮面舞踏会開催。てっきり踊る方の舞踏会かと思ったけど、戦う方の。屋上にあるコロシアムでやると書かれてあります。あの建物の頂上にあるのです。Thank you.
サマディの王様が行商人に売った虹色の枝が巡り巡ってこの大会の…ということはお姉様、あの枝が手に入れば大樹への道が…そうね、絶対優勝するしかないわ。今年もこの戦いの聖地グロッタ闘技場で今年はどんな名勝負が生まれる。それでは早速皆様お待ちかね、誰がパートナーになるかハラハラと。私がこの箱からボールを2つ取り出し数字を読み上げ、仮面舞踏会は2対2で戦う。それでは始めます。番号11。おっと、最初に選ばれたのは さあさあ誰だ誰だ。8番。8番。それでは番号は よろしくね。ちょっと待った。どこの馬の骨かもわからんやつに姫の相棒など任せられん。この抽選は取りやめてもらおう。しかしそう言われ…クシュ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 …え？ただいま聞いてまいります。特別招待枠として8番の選手はこのご老人のパートナー。おい、一体どういうこと。汚ねえぞ。
公平にやりやがれ。どうかお静かに。それでは11番のパート、ざけんな。7番。7、いや、ハンフリーだと。なんと前大会のチャンピオンであるハンフリー選手が。いや、よろしく。一緒に頑張ろうな。以上をもちまして抽選会は終。聞きましたわ、パートナーが全大会。でも私はお一人でも優勝できると思ってますわね、お姉様。あら、さっきまで来い。外が騒がしいですね。な、ちょっとどこ見て歩いてんのよ。たく、うるせえガキだな。てめえがチビなのがいけね。はあ、何言ってんのこの筋肉だるま。そっちからぶつかってきたんでしょ。ごめん。せえ、口の減らねえガキだ。俺は抽選会が最悪の。いい大人が八つ当たりとはな。見苦しいぜガルムさん。チャンピオン。抽選の結果が望ましくなかったからといって子供に当たるなんてみっともないぜ。パートナーが誰であろうと。そうだな。悪かったなお嬢ちゃん。それじゃお姉様、おけが。よう相棒。この通りお嬢ちゃんは無傷。それじゃ子供たちが腹を空かせて待ってるんで、これで失礼するよ。明日から始め。そうそう、明日の試合前には宿。
おはよう。今日はよ。お待たせいたしました。ただいまよりアンスリールーキーチームガレムソンベロリンマッチ。ほう、ガレムソンか。この間の一件、チッ、いきなりチャンピオンが相手か。俺ってやつは、おい相棒、作戦は分かってんな。チャンピオンの方は後回しにして、まずはチャンピオン一人ならまだ勝機を。ベロベロベロロ、大会に優勝したら女子に、両チーム気合十分。それでは始め。気をつけろよ。行くぜ、女性。ベロベロン。シア。ヘロ。どうだ。やったな、相棒。ベンベロリン、そこまで。やるじゃないか、思った以上の強さだ。次の試合が始まったみたいだな。
おお、すごいぞ、あの女舞踏家。足が見えねえ。こいつ何？ぜ、あのじじい余裕かましやがって。こいつ頭げた。あの姉ちゃん、そうなあ、ハンフリー、さすがのあんたも。ああ、そうだな。予選を突破し決勝。ハンフリー、ルーキーチームがこのままか、それとも華麗な足技で他を、果たして優勝の